あんこ町さん、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ書いてくれますかね。丸×イコール海と、はい、三角イコール川、ほうで丸四角イコール渦で、これひし形ですか、ほうと×イコール梅で、丸三角でクエスチョンということで、ほうさあ丸三角は何でしょう。クエスチョンに入るのが何でしょう。こういうのですね。丸×は海、三角は、はいはいはい、丸四角は渦、はい、ひし形×は梅と、はい、なるほどね。さあ、はい、これどうですか、いけます。ね、ちょっとですね、はい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 、はい、わかりました。すっごい、はい、や早っ。こうじゃないですか。いけます。ちょっと待ってくださいね。一応ね。いけます。はい、はい。いけます。これ、はい。では行きましょう。藤村さん、正解のお願いします。波です。波。はい。なんで波なんですか。これはですね、はい、全部漢字で書くとですね、はい、これは海、こうじゃないですか。はい、海。これがですね、こういうことに分かれるのかなと。ほうほう、丸が三髄辺で、×がこの毎日の前ですよね。はいはいはい、で川は、うん、まあこれか、うん、これ、はいはいはい、川なんでしょうね、はい、これがね、はい、で渦が、三髄辺にこの、うん、これでね、渦ですよね。で梅は木辺に、うん、このでこことここ一緒なんで、うん、梅と海見て、この右側の×が決まると、うん、毎日の前になると、はい、であと丸三角は丸が三髄辺で、うん、三角がまあどっちかなんで、うん、漢字ができるやつで言うと、波と、はいうことでしょう。なるほど、すごい正解です。さあ、ではあんこ餅さん、正解なら正解、不正解なら正しい答えの方を詰めてください。お願いします。参りま、ハッシュタグ参りましたでお願いします。いやいや、いらないですよ。さあ、はい、そういう人が来ましたね。あんこ餅さんから、はい、ハッシュタグちゃんとね。ほんまや、もう正解です。僕がこんなに早いとは、はい、ハッシュタグ参りました。ありがとうございます。